遠藤義隆。遠藤義隆は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。美濃国の国人で、愚上軍や渡城主。美濃八万藩初代藩主。三上藩遠藤家初代。意味縄、天正。1573年から1592年、初年頃は森江だと署名している。遠藤森和の長男として、肥後史城に生まれる。 美ノ遠藤氏は、千葉氏の一族である東氏の所流であるが、吉高の父森和は、州都にあたる、宗家当主東、城京を倒して、東氏を滅ぼし、八幡城主となった。森和は、美ノの戦国大名を斎藤氏に教授し、斉藤義達、斉藤達沖の下で、美ノに進攻した、尾張国の織田信長と戦うが、永六五年、1562年に死去し、 義高は十三歳で家督を継ぐことになった。幼少の当主を案じた義高の老人たちは、森和の未亡人、義高の母を、斎藤主重心で、赤城主の長江道俊と再婚させ、道俊が義高の後見人となった。その後、義高はやはり、斎藤主重心で、北方城主である安藤森成の娘を妻としている。年、1564年。 義高は、弟喜び種と共に、井ノ口、源義不死の長い邸に居住していたが、竹中重春が、稲葉山城を奪取したため、山形郡、深瀬号に避難した。その期に乗じて、紀子市城上、玄具城市山和町主の遠藤種春、義高のいとこが、八幡城を奪取し、義高兄弟の暗殺を企てたが、義高は、 海川陣衛門と餌鳥六衛門に救出されて、狩安の鶴尾山城、玄宮城市南町に入った。翌永六八年、1564年に道都市の援軍を得ると、種春が和睦を申し出て、吉高は八幡城を返還され、城主に復帰した。英六十年、1567年9月、稲葉山城が落ち、斎藤氏が滅亡すると、軍城では、 住谷平次と、別府四郎が謀反し、死党の最小時に兵を集めて、八幡城を落とそうとしたが、事前に察知した吉高はこれを攻め、首謀者は、日田国に敗走した。同年同月頃と見られるが、吉高は信長に属し、九条軍内の本領を安堵されている。なお、長井道都氏が、稲葉山城落城の際に戦死したため、その妻だった吉高の母は強尿に消えし、 寺ラ要員院借入順の法名を得て、軍城の戸谷に草案を営み全部、森和の母代を弔ったという。A62 年、1571年、森和の廃家だった、旗田スクロクエモンが、飛騨の三木よりつなと結び、貴良の佐藤氏とも連合して、吉高だとをも論んだが、吉高は、大島村、玄具城市白鳥町の安陽寺に助力を依頼し、 安陽寺神との先人によって畑助川を下した。元気元年、1570年5月25日、信長より岐阜山人を命じられ、弟、喜びらね、金、糸子種春と共に、織田軍売家として横山城の南で、浅井、浅倉軍との戦いに参加し、6月28日の姉川の戦いで奮戦。信長より感情を受け、 この頃東美野の諸子を統率する権限を与えられていた森吉成に属したとみられ、同年8月12日、かなりより所領を安堵されている。しかし、同年9月に吉成が坂本で内地にすると、代わって堺聖章に属し、種春と片田を守備するが、11月26日に聖直も、浅井、浅倉軍に攻められ、内地に、賀の陣、 金春も戦死して、吉高は、兵百余人、一節には五百余人を失い、わずか一人の兵と共に、一旦、京都の大徳島で逃れた。やがて、八幡城からの迎えの兵約五十人に、警護されて、滋賀に入り、信長と会見を果たすと、浅井、浅倉川との和議が成立した後、八幡城に帰還した。翌年、信長は、比叡山焼打ちを結構し、 義シと種元、種旬の弟の軍もこれに従軍した。遠藤氏は信長に仕える一方で、石山本願寺や武田信玄とも通じていた。九条軍には安陽寺と九条門徒がいたが、遠藤氏としては、軍上の統治には彼らの協力を必要とし、本願寺川は、石山戦争に際して、一向一揆を組織して、美濃の織田軍を牽制するためには信長に仕える。 地元領主の遠藤氏の離敗に期待し、また、武田氏側は、越前国の朝倉義景との同盟を安定させるために、新郡城越前のルートを確保しようとしていた。そのような状況下で、吉高も、元気3年、1572年秋には、過労、遠藤新左門を開国に派遣して、信玄の正常を期待する意を示した。信玄も、遠藤氏同族東氏の過労、 遠藤加賀守を通じて、遠藤漁師、吉高、種本に、半信長の騎士を鮮明にするよう迫り、また浅井、浅倉氏からも、加賀守へ勘が通じられていた。同年11月、成城を開始した、信玄の別動隊が東能に入り、本隊は、二股城を破って、徳川家康のいる、浜松城へ向け進軍したため、信長、信玄のいずれにつくか、 遠藤氏が苦慮する中、家康は信長からの援軍を得ながら、三方ヶ原の戦いで大敗した。天正元年、1573年4月に、成城途中の信玄が死去すると、今度は信長に真偽を疑われて攻められたので、吉高は、海川陣衛門と、餌里六衛門を連れ、立花山、玄美の死へ出向いて降伏したとい。しかし、 両遠藤氏が全く処罰されていないことから、信長には奇跡的な幸運で別心が悟られていなかったのではないかという見方もある。ただし、天正元年5月に岐阜城にいた遠藤氏の人質がなされたとする話も伝わっている。翌天正2年、1574年、火事伝上主、斉藤理事が、増田軍の田口氏の誘導で、軍場に侵入したが、遠藤種本の家臣 吉田左京進村の軍により撃退された。田口氏は、同年7月に、蟹沢氏と共にくつぶ村、玄下路市金山町東くつべの船の山に立てこもったが、吉高の派遣した軍により7月14日に、攻め滅ぼされ、吉高は、甲のあった、甲川陣江門にくつぶを与えた。天正三年、1575年5月、武田勝頼が、長篠城を行為すると、 義高は、弟喜び種の兵を派遣し、喜び種は、佐久間信盛の配下に入って、飛びガスで先行を挙げた、長篠の戦い。同年8月、信長は、越前一行一騎討伐のため鶴河に至り、義高、義種は、姫野の広治むとぐから越前へ進軍して、金森長近と合流し、穴馬城、大野城を攻め落とした。なお、信長後期には、 金森軍が越前に入る前に、軍場で戦ったことを記しており、本願寺や越前一向一気に味方をする、九条門徒を先に攻撃するとともに、安陽寺を庇護してきた遠藤氏にも決別を迫ったと見られている。天正四年、1576年、織田信忠が美の国主となると、吉高は信忠に属した。同年の三世の変では、吉高の名城として喜び種を従軍させた。 翌年、クルス号で、別府団上が反乱すると、喜び種の兵によって北国へ駆逐し、軍上の別府市を滅亡させた。天正十年、1582年2月、信長が、武田勝頼を攻めると、吉高、種本は、金森長地下に属し、日田から海に攻め込んで、天目山で勝頼を滅ぼした、公衆征伐。同年、本能寺の変で信長、 信忠が、明智光秀に打たれ、山崎の戦いで、光秀が、橋場秀吉に敗れると、美濃の諸子は秀吉になびいたが、遠藤氏は信忠に従い続けた。吉高は信忠から命に服さない、麦国にどりの長屋市討伐を命じられ、十一月に、これを降伏させた。また、弟喜び金は信忠が、山形氷太郎丸城で、 深尾泉守を攻めるのに従軍して負傷し、11月11日付の書で、信孝よりねぎらわれている。天正11年、1583年1月、麦軍内の書士が秀吉に味方し、須原、玄美野氏、ホラド、玄関氏に布陣して、九条と岐阜の連絡を遮断すると、遠藤軍は三百余機、篠脇城主東下吹では二千人でこれを攻め落とし、 立花山、玄美野市に進軍して固守するが、森長吉、佐藤周方の連携攻撃を受けて逆に窮地に立たされた。補給路を立たれた立花山では熊川を炙って食べるなど、危機的な状況であり、一時は餓死より戦士を選び上より打って出て玉砕することも考えるほどであったという。しかし、静ヶ岳の戦いで、勝家が廃止し、寄付上包囲で、 信孝も降伏したという知らせを、佐藤周法の使わせた使者から聞かされると、降伏を決意。人質を差し出して、秀吉に服従した、立花んの戦い。天正12年、1584年の小牧、長久手の戦いでは、森長吉の要請を受けて秀吉方に参加し、600期を、引いて長吉と合流し、三河国中入りの舞台の第二陣へと、組み込まれている。 しかし、中入りの舞台は、徳川家康との戦いに惨敗し、第二陣の大将の森長吉内寺にの方が入ると、吉高は、撤退を決意し、過労じて逃げ延びた者の遠藤役郎、江里伝次郎、日置和江、井の兵を平治、天神兵ら遠藤家に仕えた多くの家臣が、身代わりとなって、命を失う結果となった。天正十三年、1585年、 秀吉の秀吉の奇襲攻めに、種本と共に従う。同年8月、平野三木より綱性抜を命ぜられた、金森長近、家果樹、長近洋史で吉高の娘婿に、弟喜び直と共に従軍し、地綱を下して、三木氏を滅ぼした。天正15年、1587年、秀吉の九州性抜に種本と共に参加。 翌十六年1588年に、秀吉が呪落台を造営すると、吉高、種本は西京口に居所を与えられ、祭司と共に上京した。天正十六年1588年、立花山の戦いなどで、秀吉に反抗したことを理由に、両縁同士で二万余り、石あった領地を没収され、吉高は小原七千五百国、種本は、 犬地五千五百国に減放された。このため遠藤氏は家臣を養うのが困難となり、全家臣の三分の一は、他家に仕えたり、機能したり、浪人したりした。吉高天保後の八万城には、稲葉貞道が九条に、麦軍津宝屋を加えた四万国で入っている。なお、九条が貞道に渡された後、両遠藤は、開地の所領をもらえず、席へ行き、町人、 香取リ全財門の家を借りて住んでいたところ、太公県地にやってきた、小野木縫井戸助と寺西畜後に出会い、大地の依頼をした。上落した二人がこれを秀吉に伝え、ようやく、小原、犬地の地を得て、天正十八年、1590年に引っ越すことができたとも言う。同十八年、1590年、小田原征伐に種本と九百余の兵を率いて参加。 秀吉が引き続き、合図へ遠征すると、吉高、種本はこれにも従軍した。文禄元年、1592年、文禄の役に種本と共に104人の兵を連れて、織田秀信の下に属し、富山、両山、うる山、珍珠城などを転戦しながら、2年間朝鮮に、在陣した後帰国した。だが、種本は、長戸国国分寺で病死し、種寺か。 種元の弟の種への子が後を継いだ。慶長三年、1598年、伏見城武神に種直と洋木を東美野から切り出して上京し、落成後に狼谷谷口に両縁領氏の居所を与えられた。同年八月、豊臣秀吉が死去すると、片身として三原の腰刀を配慮した。慶長五年、1600年、石田三成が、 徳川家康打倒の兵を挙げると、美濃では、岐阜城主、織田秀信が三成の西軍に加担し、八幡田城主、稲葉貞道は、家康政城を阻止のため犬山城に入った。吉高は、種直と共に、岐阜城に招かれ、秀信に、西軍加担を勧誘されたが、小原に戻ると、弟喜びだねと相談し、東軍加担を決めた。だが、種自家は政軍に加担したため、義隆は、 この吉勝をこれに備えさせた。吉高は家康に、八幡城奪還を願い出て許可され、江戸から飛騨に戻った、金森果汁と共に、貞道が留守の八幡城を攻めた、八幡城の合戦。激戦の末、城川が降伏して和議が成立したところへ、家康から九条一円の安土城も届いた。ところが、旧法を受け帰還した貞道に吸収され、 今度は吉高が敗走するも、再度は義が成立。吉高は、パは、種カも降伏させ、品の在人中の徳川秀忠に、選挙報告の使者を送って、感情をもらう一方、自身は、赤坂、元王垣市へ向かって、岡山本陣で、家康に越した。関ヶ原の戦いで東軍が勝利すると、稲葉貞道は、文語薄木五万国に天保になり、十一月に、吉高は、 八幡城主の座を取り戻すことに成功した。同月十五日には、喜び種が死去し、吉高は、全軍上法に万七千国を領有することとなった。徳川家康が、江戸幕府を開くと、九条藩が成立し、吉高はその初代藩主となって、次の喜びりの代まで城主格の待遇を受けた。慶長六年、1601年の是ゼ城を皮切りに、 天下武神に動員される。翌7年、1602年には、長尾村銀山を領有。また、慶長6年、1601年春から8年、1603年、秋にかけて、愚上城を改修した。同9年、1604年に、1五位した、田島守に任官。慶長14年、1609年11月。 大帰国与那子城主中村一中が軽死なく死去し、同犯罪犯を命じられて、60日間滞在の後に帰国した。同18年、1613年には、幕府の命によって、妻子を軍城から江戸に移住させた。慶長19年、1614年、大阪冬の陣では、着死吉勝と共に、平方に婦人し、久吉刈峠、安峠を守備した。 しかし、翌年、1615年2月12日、吉勝は京都流の馬場で病死した。同年の大阪夏の陣では、吉高は山城国八幡に夫人し、本田康則、本田康利と共に西イドビデ峠を守備した後、松原に在陣。5月6日に山和川へ進み、翌7日には岡山口から玉津り口に攻め入って、上中に放火して退陣し、 天皇寺、岡山の戦い、その先行によって、八日には二条城で、家康より、黄金二十枚を受けた。現那三年、1617年、金森果重が未だ江戸へ祭祀を送っていないことに、監視、徳川秀忠の命により、領地鉱山へ赴き交渉した。官営年間、百二十四年から百四十三年には、三勤交代の道中で、 鉄砲五長を傾向できる終身の恩天を与えられたが、これは入り鉄砲で女の警戒下にあって幕府よりの信任が扱ったことが伺える。寛永九年1632年に大将軍徳川秀忠が亡くなったのを機に出家して単歳と申したが、その二ヶ月後に江戸で死去した。去年十三、実死、吉勝病没後、 用紙となった喜びりが後を継いだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。